マリンバマリンバマリンバの演奏風景マリンバは木製の音盤を持つ鍵盤打楽器でいわゆる木琴の一種。譜面上の略器はマール、マリ、MRB、MRM 等。ピアノと同様の配列をした木製の鍵盤をマレットと呼ばれるならバチで叩いて演奏する。同じ木琴の一種であるシロフォンと同様の構造であるがシロフォンよりも鍵盤が広く厚く作られており、 深みのある音色を表現できる。さらに、鍵盤の下部に各音階によって長さを変えた共鳴用の金属管が設けられており、その下端を閉じることにより、鍵盤の音に共鳴しず往復させる。それにより、さらに豊かな音色となる。音域は通常の4オクターブが基本となる。ダリウスミオーやポール・クレストンらがこの4。 オクターブマリンバを使用した競争曲を残しているが、1960年代以降、高橋道子や安部恵子らが、ソロの演奏活動を積極的に展開していったことを機に、音域が拡張していく。両者をはじめ様々なメーカー、演奏家による試みがなされたが、1980年代に C16 を含む5オクターブをヤマハと安部稽子が開発。 これが市販の製品としては初のものとなり世界中に普及していった。低音部では共鳴管の溶石を確保する必要があり、ヤマハは丸型の管を太くした上で U 字型に折り返すように溶接する形で解決したが、その後コオロギ社が角型ヘルムホルツと呼ばれる独自の形を打ち出した。現在ではどちらも採用されているが、 どちらの形も製造しているのはヤマハのみである。その後、マリンバ1が高音域に半オクターブ拡張して後、オクターブ半とし、他のメーカー各社もこれを追った。近年では、アーティストモデルといった特色ある製品が開発された。高橋美智子は、コントラバスマリンバや、ピッコロマリンバを特注し、自身の演奏活動で使用するなど音域に関しての挑戦はいくつか試みられたが、 近年は C16C76 の5オクターブを標準として落ち着いている。国際マリンバコンクールの課題曲でもこの標準音域を超える課題が出ることは極めて稀であるが音域の拡張の欲求は止まるところを知らず将来的にはマリンバ1の提唱する5.5オクターブが主流になる可能性がある。アダムス社はその上の5.6オクターブモデルまで制作している。 ただし、持っていないオーケストラも存在するので注意が必要である。共鳴管に関しても、種やムツコがチェロマリンバとして木製の共鳴管を使用するものを特注したが、やはり一般的となるには至らなかった。今日では、新鍮製やアルミニウム製の共鳴管にメッキを施したものが一般的である。マリンバを高音域に拡張して、 鍵盤の材質を根本的に変えた上で、独自の調律を施したものは、白リンバと呼ばれるが、マリンバの高音域拡張やシロフォンの低音域、拡張が進み、さらに材質が劣化しやすいといった難点に伴い、国際的に捨てられてきた。解体や運搬の利便性から低音域のみの楽器が開発されたが、これはバスマリンバと呼ばれる。教育用にテナーやアルトとして、 音域の限られたモデルも存在する。近年はマリンバの低音域が充実した響きを持つことが多くなったためバスマリンバが出現することはマリンバアンサンブルのような例外を除いて減ってきている。現在市販で最も広い音域を持つスタジオ49の製品は C16 から D90 までの6.2オクターブ。近年は点五オクターブを最初から想定する。 作曲家もおり、5オクターブ版に後から改訂するケースもあるなど、楽器の開発が進んでいる。ピアノやバイオリン等、楽器というのは、一般的には、型が変わることがない。しかしマリンバは、鍵盤の幅がメーカーによって異なると、明確な基準は定まっておらず、現在でも開発が続けられている。 グアテマラのマリンバで最大の音域のものは、137の音盤を持つ11オクターブ以上のもので、音域は88件のピアノの音域外の音も出る、C-1E10 前後と思われる。あまりに巨大なため奏者7人で演奏するとされる。なお、シロフォンとマリンバの大きな違いに、その調律方法の違いがある。現在のシロフォンは3倍音が基本で、 低音域では7倍音も調律されるのに対し、マリンバの調律は4倍音で、低音部ではさらに10倍音も調律される。その結果、シロフォンに比べて豊かな低音が特徴となる。マリンババンド起源は、アフリカにあると言われ、木の板を並べた下に氷炭をぶら下げて、共鳴管の役割を果たしていたと言われている。アフリカのバントゥー語文で、リンバは、木の棒を意味し、マが、 多くの数を表す、窃盗語であるから、マリンバは、多数の木の棒からなる楽器を表す。現在の形のマリンバが生まれたのは、19世紀後半、グアテマラであると言われている。また、メキシコ東南米でもマリンバが古くから演奏されており、メキシカンマリンバとして、民族音楽のスタイルを形成している。これらは米国に持ち込まれるようになり、 1910年代には、米国での制作が始まり、シカゴの D ガンは、木製パイプを、金属製パイプに取り替えた。その後、鍵盤の配列を、ピアノ同様の配列にするなど多くの改良がなされ、また、演奏スタイルは、従来一つの楽器を、複数人で叩くスタイルであったのが、現在の西洋伝統音楽の独奏者のように、演奏するスタイルへ、徐々に変貌した。デアガンは、 音域の拡張をヤマハと同様に行ったメーカーでもある。当初は打楽器奏者の副業程度としか見られていなかったが、20世紀後半以降は楽器の発展が進み、現在ではマリンバ奏者と打楽器奏者はある程度分業化が進行している。音楽大学の打楽器科でも打楽器専攻、マリンバ専攻といった形で区別がされており、マリンビストと呼ばれる種に分化した印象がある。 現在では、マリンバは、共鳴感によってもたらされた大きな音量により、ソロ楽器としても、コンチェルトなどで取り扱われるようになった。特に開拓者として、マリンバ演奏のみならず作曲や、新作の積極的な移植を進めた、安部慶子の貢献が大きい。近年ではマリンバを複数台使用したアンサンブルを、マリンバオーケストラとして扱うなど、急速に発展している楽器の一つである。 ソロマリンバ向けの楽曲も多く作曲されており、非常に高度な技術を要する曲も増えてきている。グリップ演奏に際しては通常マレットが使われる。マレットはゴムの玉に様々なものを被せることによって音色を変えることができる。通常演奏される際はマレット2本から4本で演奏されることが多い。しかし、特殊な楽曲によっては6本を必要とする場合もある。 また、四本マレットの持ち方にも様々な方式がある。クロスグリップのトラディショナルバートングリップ、ノンクロスのマッサースティーブンスグリップ。日本ではクロスグリップが主流であるのに対して、欧米ではインディペンデントグリップが主流となっている。手順に関しては様々な表記があるが、現在一般的なのは下記の通りである。日本マレットのフランス系の楽譜では稀に、 で表記しているものも見られるが、これに関しても左右をどのように定義するかは作曲者次第であり、明確に定まったものはない。あと、硬い、中ぐらい、柔らかいをシンボルで明示する、作曲家もいるが、これも明確なルールはない。特殊奏法特殊奏法は、多種多様であり、楽器同様にさらなる開発が進められている。楽器の性質上、打楽器奏者が兼任する場合もある。 マリンバを主として活動している奏者のみを記す。主として国際マリンバコンクールや打楽器コンクールで課題に設定される無伴奏楽曲を示す。示したもの以外にもバイオリンやピアノの楽曲を作曲者自らアレンジして演奏することもままある。ありがとうございます。